人生で一番言われて嬉しかった言葉って、これめっちゃ俺シンプルやけど、応援してますって言われる言葉が一番嬉しい。だって普通に生きとって人のこと応援せんくない？ めっちゃ嬉しくない？俺だって別にお前誰応援してんのって言われたら思いつかんもん、パって。普通に応援してますが一番嬉しい。なんか俺応援されてんだってなるわけよ。そう、わかる？だってお前ら嬉しくない？応援しようぜって言われたら、例えばお前ら部活で頑張っとって、仕事で頑張っとって、あ、友達とかがさ、お前応援しようよって言われたら、頑張ろうってなるやん。わかる？それがなんか嬉しい、やっぱ。なんかめっちゃシンプルやし、もう超簡単な言葉なんやけど、そう、応援しとっていい言葉やない？だってお前ら応援されたら、応援されたことないから分かんないよ。お前の今の職業教えて、学生なのかニートなのか、どっかで働いとるのか教えて、俺が応援してやるけん、お前のこと。バリ嬉しい気持ちになるよ、多分。誕生日今日だけど、0時に、なんて？ 0 時に祝い合ってた友達に誕生日忘れて、最初の30分はすごいすごい言われて、普通に号泣してる、悲しい。お誕生日おめでとう。俺はお前の誕生日を祝ってやるよ。素敵な一年にな。保育のこと応援します。セフレにしてください。応援しとうならちょっとだけね。しょうがないね。俺もでもお前らのことを応援しとる。お前らのことを、俺は応援されとったら応援したくなるけん。俺のことを応援してくれとったら、俺らのことを応援してくれとやつの相談に乗るってことは、俺なりの応援なんや。やっぱうまくいってほしい。これなんかなんだかんだ無責任に話しとるとか言いよったけどさ、まあいい方向には行ってほしいけん。無責任といい方向に行ってほしいっていうのはまた別のことやけん。無責任に答えとるけど、一応いい方向には行ってほしいけん。頭は使って答えと。ごめんな。こんなんで。応援してるってなんか無責任な気がしてる。マジで？よくない？応援してるって。なんかそこまで考えてくれず、バリひねくれとけん、しかとしていいと思う。なんか応援してますって言って、そんな無責任なこと言ってくれずとか言ってくれず、バリふてくされとけん、なんかいい、関わらんでいい、そんなつまらんやつ。ひねくれすぎやけん。無職応援しても何も、いや、そんなことないよ別に。だって無職応援して何も生まれんわけなくない？だってそいつも人間やけん。人間って脳みそついておけん、別に職があろうがなかろうが生み出すことはできるわけやん、何でも。し、別にそれから先そいつが働く可能性もあるわけやし、そう、無職を応援しても何もないっていう、その切り捨てが無職を何もさせんくするよ。ダメよ、別に無職が悪いことじゃないけどね。職業選択の自由があるんだから、別に無職でもいいや。無職も職。職 っていう字がついておしてて、職。政治家とか芸能人に応援してますって、常套句みたいな感じで。あ、そう、俺普通にめっちゃ嬉しいけどね。6時やね。じゃあ、ぼちぼち配信落とそうかな。お疲れ様でした。じゃあ、みんなお疲れね。バイバイ。